ちょっと今見た、はい、7時ぴったりに始まったよ、珍しいですね、すごいぴったり、大概ずれんのに、すごい今日気合いよっしゃと思った瞬間にちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってっていうので、はい、最大どのぐらい伸びたかなってぐらいね、はい、ありましたけど、今日見てたら、これ、元に電波時計あるんですけど、はい、ゼロでスタートした、はい、おやればできるんじゃないですか。どのスタッフすげえ。ほんであと辻尾さん、はい、ちょっと注意してもらわないと困りますね、はい、柱と同化してますよ。同化してるんですよね。本当だ、生首みたいな。これめちゃくちゃなんか後ろの黒板と同じになってるし、これネットで見たら余計に同化してるんですよね。確かに、はい、変わりますわ今日。大丈夫ですよ。大丈夫ですか、はい、さあということでね、はい、シーズンも終わってしまいましたけど、皆さん寝不足続いてませんか、うん、どうも大変松彦です。さあさあ、そしてはい、辻尾慎二です。今日もよろしくお願いします。お願いします。さあ、はい、北陸アイドル部のアクティブガールタッツこと辰巳みくるです。お願いします。お願いします。まあ、世間はもう今やもう日本代表にグググググっていってません、うん、はい、もうそのニュースばっかりですもんね、うん、そのニュースばっかりなんですけども、でも何回見てもすごかったですね。ちょっとびっくりしたなっていうね、うん、見てましたよ、みくもしっかり。でも毎日毎日が、はい、まあ、ちょっと4時からの試合っていうのがちょっと気になるのがあって、はい、昨日本当に、ね、仮眠程度ですわ、はい、僕、ブラジル戦ちょっと4時からのブラジル戦、はい、あれちょっと見ながら来ろうとしてたらだんだん目さえてきて、はい、ほんで尾形、あのシュート見た？いや見てないんですよ。なんかすごいシュート、ニュースだけで見ました、文字だけで。あ、そうですね。ね、はい、まあ、トラップミスからのえぐいシュート決め、うわっと思ったら目冴えてもてもアウトですよ。ネイマール怪我したんですよね。あれやっぱり怪我やったんですか？そのニュースは知らないですけど。あ、そのニュースしか知らない。マジでもう出られへんの？いや、わかんないです、それは。でもそれもそうですけど、はい、日本代表の方の怪我もちょっと、ね、富安選手とか心配ですよね。心配っすよね。いやでもこの寝不足はちょっと笑ってしまうぐらいの寝不足で、はい、そうですね、ちょっと嬉しいですよ。あと2、3週間ありますね。ありますね、3週間ですよ ね、はい、皆さんもあれでしょ、いろいろどっかパブリックビューイングなんかで、はいはいはい、225ばあさんなんかもやってましたし、すごかったみたいですね、新聞にも載ってましたよね、はいはい、ああいうところでみんなとこう共にぐわーっていきたい気持ちはあるんですけど、なんかちびりちびりってやってしまうそうなんですよね。でしょ。いや、そうです、家で見てました、ね、家でしょ。家で一人で見てました、はい、一人で騒いでました。興奮してちょっと暑くなったから窓開けて、うん、よっしゃーとかって言ってて、あ、しもったと思ったら隣からも聞こえてくるから安心して騒げる、うん、さあということ、ちょっとなんか、はい、チャットに動きがあったんですけど、今日なんかね、はいはい、広いキャプテンが、はい、来てくれるっていう話だったの。そうですね、どこ行ったんですかね。どこ行ったんですかね、はい、どこにも、まあ、なんかまだなんですか ね、 ね、僕が知ってる情報では今日一日畑に行ってて、はい、畑仕事をやって大根3本ぐらい収穫して人参収穫したっていう、その情報は知ってるんですけど、そのまままだ畑におるん違うかなって大丈夫ですかね。ちょっとチャットに動きがあったということで、はい、ちょっと今日の天の声さん呼んでみましょうか。天の声さん、はい天の声です天の声です。ちょっと普通の声でいいですよ、はい、こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。しいします。いや、なんかこうね、本来やったらね、はい、もうすぐここにっていう感じやけども、うん、ちょっと腰の P がちょっとじらすよっていう、はいはい、チェアマンスタイルで、まだまだちょっと皆さんに容姿を見せることはできないよっていう、出てきて、ちょっとちょっとちょっとちら見せ、うわちょっとちょっと、まだコントの衣装着替えてないねんから本当にちょっとちょっと、まあ、もうこちらの方には、はいはい、到着はしておりますんでね、はいはい、後ほど、はい、ちょっとこっちのお席に移動していただくということですけれども、さあ、なんかチャットの動きがあったということで、はい、早速スーパーチャットをいただきました、はい、KM さんから、はい、スペシャルゲスト記念にスパチャしときますね、ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、なんか過去一いい声ちゃいますね。いい声ですね過去一のいい声やね、はい、なんか気になるチャットあったらご紹介してください。これ紹介された方めちゃくちゃ嬉しいと思うんで、うん、いや今ね、ええ、そっちの話に夢中になってて、ええ、全然見てなかったあ、いいですよ、全然喋りながらもう探していただいて、はい、カッツンさん、カッツンさん、ヒロイさん、雑草抜きお疲れ様でしためちゃめちゃしみるなすごかったっすよ。あれ、だからそう、あれでも結構抜いた方だよ、すぐでしょ、はい、だからこれ
これ大根なのかなっていうぐらいでかくなってる雑草がいっぱいいたから、うんうんうん、あの食べれそうな葉っぱが当たるとかしてね、そうそうそう、これは大平さん植えたやつなのかなと思いながら騙されたらあかん、ザクザクいってきました。畝の横から生えてるやつあるから、ね、あのブロッコリーの調子どうでした？ブロッコリーはまだちょっとちっちゃかったですね、もうちょっとちっちゃいんだね、はい、だもうちょい待ちか、楽しみですね、楽しみですよね、うん、さあでもこの後、はい、ちょっとこっちに来ていただくということですけれども、はい、今日はもうねたっぷりといろいろな、うん、広井選手の企画が後半に用意しておりますんでね、はい、もうそれまでは皆さん、はい、声だけでお楽しみください、はい、もうしょっちゅうしょっちゅう天の声さん呼びますし、はい、だからしょっちゅうしょっちゅうスーパーチャットを入れてくれても、はいはい、スーパーチャットが入るたんびに呼ばんとダメなんですよ。そうだそうだ、いい、そうなんですよね、スーパーチャが入らん限りは呼ばないっていうシステムにやらしい番組ですよねえ。さあぜひとも今日は最後までちょっと長めに行きたいなと思いますので、はいはい、また気になるチャットとか、天の声さんありましたらちょっとチェックしておいてください。今映ってますよ、今映ってますよ、カメラ映ってるよ、カメラ映ってるよ、スパチョ待ってます今ので絶対来るわ、はい、さあということで今日はじゃあまずは、はい、セレッソ戦の、はい、ハイライト、はい、こちらからちょっと見てみましょうか、はい、どうぞ。この試合、まあちょっとね、結果的には点数差っていうのがね、ちょっと開きましたけども、はい、うん、なんていうんかな、うん、なんかすごくある意味感動的なところもあって、そうですね、はい、もう特にサポーター同士っていうのが、はい、もうすんごいいいなって思って、はい、ね、最後はお互いのね、健闘をたたえて、お互いのチームのことをたたえるっていうね、はい、コールもありましたし、はい、あとやっぱりこのムツキ選手、はい、すごかったですね、すごい、すごかった本当に、サムライブルー来てほしいね、こうなったら、ね、次は代表ですよ本当に、うん、次のワールドカップ目指してほしいですよね、はい、うん、ちょっとここで天の声さん呼んでみて、うん、じゃあ天の声さん、はい、同じピッチ上で、はい、まあ言ったらね、
恩返し団というのを目の前で見たわけですけど、はい、この加藤選手の成長ぶりっていうのはどうでした？そうですね、もともと能力は高かったんですけど、まあ、全ての面において、まあ、一回り二回り、成長してるなというのを、はい、対峙して感じましたね。なるほどね。なんかこうゴールを見てない振り向きざまのシュートっていうのが1点目やったんで、はい、あれやっぱり確認してるんですよね。まあ、感じてるんですよね、あれも感覚でね。感覚じゃないですか。本当にストライカーですよね、うん、さあそんなね、まあちょっとセレッソ戦を皆様には見ていただいたんですけれども、はい、そんな時に、はい、言うてみるもんやね、はい、チャットが動きましたね、はい、すごいざわざわざわ。こちらお願いします。何件かスパチャいただきました、はい、まずセニョールさん、はい、キャプテンの男、今まで本当にありがとう。いや本当ありがとう、ありがとうございます。あとタッキーさん、はい、無言のスパチャで、あ、コメントなしですね、はい、はい、ありがとうございます。あとホリケンさん、うん、広井さんお疲れ様でした。最後に加藤選手と対戦することになりましたが、うん、いかがでしたかということで、うんうん、はい、日本代表まで行ってほしいなと。そうですよね、はい、直接僕も伝えさせてもらいました、うん、あ、直接もうこの後代表まで頑張れよみたいな、はい、いやもう頑張るでしょう、ね、でもあのセレッソ戦見てて、はい、辻尾さんは何か感じるものってありました？そうですね、まあ、やっぱりセレッソの力は、ね、うん、非常に強かったですし、うん、まあ、個々の能力も判断力も高かったので、やっぱこういう舞台でこういう対戦相手と対等に戦えるような力をつけたいなっていうのはね。そうですよね、そうです、はい、やっぱりカテゴリーがね、やっぱり1と2ではっていうことですから、はいはい、そうですね。さあタツは、タツ、ですね、試合直後に、直後終わった後にですね、うん、あのバス乗る前ですかね、に加藤選手にインタビュー行ったんですよ、うんうんうん、インタビュー行ったんですよ、でその様子がですね、今週の12月3日土曜日の18時から FM 石川の方で北陸アイドル部放課後ホリデーミュースポップリディオという番組で流れますので、ぜひ聞いてください。どこで宣伝ぶっかましてきてんの本当に。あの私たちしかスーッと入ってきましたね。私たちしか来れないような、なんかみんなの囲み取材、うん、取材じゃなくて、あの、うん、本当にあのこうやってマイクで行ったんで、うんうん、私たちしか聞けないようなことを聞いたので、ちょっと星野 B 宣伝料もらっていいですか？ちょっともらってくださいね本当に。ぜひぜひ。いやちょっと、うん、あの今言ってる間に、ま、はい、ちょっとスパチャが、はい、ちょっと天の声さん、はい、来ましたね。またまた、ええ、みどりさんから、うん、広井さん8年間ありがとうございました、うん、大好きですという、うわ、ありがとうございます。すごい、ね、27、なんか応援してますとか、うん、頑張ってくださいっていうコメントはもうたくさんいただいたと思うんですけど、うん、大好きですっていうコメントって、うん、ね、今までどうですか、などのぐらい、やっぱ結構広井くんやったら言われたやろな、うん、大好きですですか、ええ、いや、もう言われてないってことはないですけど、ないですよね、そんな多くもないですよね。俺どっちかって言ったら大嫌いですの方が多いと思う。そんなことはないですよ。いやーすごい、すごいね、素敵、うん、やっぱ嬉しいですね、これ ね僕はセレッソ戦で気づいたのが、はい、J1 の選手って髪の毛シルバー多いなと思ったんですよね。セレッソは特にじゃないですか、なんかめちゃくちゃシルバーやなと思って、おしゃれな方多いなって、セレッソの中では。あ、そうなんですかね、多分そうだと思います。あれ J1 の中で流行ってるわけじゃないですか？じゃないですよね、多分セレッソで流行ってる。セレッソなんかやたらとシルバーやなと思って、ちょっと思いました、うん、ね、多かったですね、なんかそれが妙にかっこいいなという、うん、全然サッカーと違ってすいませんでした。さあ、まあ、ということでまだまだね、はい、あの番組、はい、広いキャプテンにいろいろコメントとか、うん、はい、あのメッセージとかありましたらお寄せください、お待ちしておりますんで、はいはい、さあそれでは続いていきますよ、はい、今日も先にこのコーナーやっちゃいます。ツーゲーフュージャーサポーテッドバイ人形の堀川。今日はですね、はい、U12 の2022フジパンカップ第21回北信越 U12 サッカー選手権大会の結果についてお知らせします、はい、11月19日土曜日から長野県で開催されまして、こちら結果は3位ということでした、はい、よかったね、1回戦は2対0で勝利、うん、そして2回戦は2対1で勝利、うん、で迎えた準決勝では富山の住吉サッカースポーツ少年団に PK の末敗れてしまいました。そうなんですよ、うん、そして3位決定戦では津町スポーツ少年団サッカー部と対戦し、うん、PK 戦の末見事こちら勝利して3位ということです、うん、
俺普通スポーツ少年なんて、これ石川じゃないですか、はい、すごいですね。この間決勝戦戦ったとこですよね、はい、そうですよね、はい、あここも PK の末ということですか、はい、ああもうお見事3位、うん、去年も確か3位ということでしたよ ね、はい、その前が優勝ということで、はい、まあ3位以内に入ってると思うね。いやいや北信越で3位ってすごいですよ、はい、石川県が2チームあるすごいですね。そういうことですよね、はい、だから この間11月の23日昨日おとといに、うんうん、テレビやってましたよね決勝戦、はいはいはい、豊田選手が解説をしてたというね、はい、豊田選手のあの眼鏡がね、はい、なんかすごくあのインテリな感じがして、ちょっとおしゃれやなと思ったんですけどね、はい、真面目に語ってましたよすごく見逃したな。で結果は4点で勝って、はい、12月26日から鹿児島の方に行くということで、寒くなってきますから、うん、U12 の皆さん怪我などしないように、はい、そして体調管理もしっかり、うん、やっぱ寒くなったらね、はい、ちょっといろいろな感染症がまた流行ってきますから、はい、それに十分気をつけていただきたいと思います、はいはい。さあ続きましては、はい、その他の年代はしばらく試合がないということなんですけども、うんね、U18 のプレミア参入リーグプレーオフは12月9日金曜日から広島で開催されるということです、うん、もうすぐですよね、はい、楽しみですね。あっという間です。これはやっぱ雪辱を果たしてほしい、うん、皆さん頑張ってください。はい、そして、うん、別紙世の中化についてお知らせ。別紙は言わなくても大丈夫すいません、ごめんなさい、書いてあったから、うん、別の紙に書いてあるということですけどね、はいはい、別の紙、はい、はい、世の中化についてお知らせします、はいはい、現在 U15 の選手たちが人材育成活動における選手教育の取り組みとして、うん、キャリアデザインサポートプログラム J リーグ版世の中化を行っています、はい。まあ、J リーグに関わる、ね、まあ、仕事とか人、まあ、どのぐらいのお金がかかっているのかって気になる方もね、はい、人もおられると思いますけれども、うんうん、ゲストスピーカーをお呼びしてお話を聞くということらしいんですね、うん、はい、うん、そして今年の進行役はなんと作田コーチ、はい、映ってますね、映ってますね、すで、うん、に2回行われていまして、うん、GM などともお話しされているということです、うん、はい、GM などもやね、 GM などもというなんか、はい、タクタクと GM が喋ってるみたいなねなども、ね、お話しされているということです、うん、次回はなんと、はい、星野 P、 あれ？え？って書いてあるんですけど、ちょっと待って、すごいすごいすごい、星野 P と、すごい、すごい、あともう一人誰？エキプメントマネージメント、うん、マネージャーの荒木さんがコースとしてお話ししてくださる。これはすごい、これいいですね、制限切ってのちびっこコンビがやるわけですか確かに、あら、そうですか、ちょっとなんかお立ち台みたいな台を用意してあげてくださいちょっとあら、ちょっとどんな話するの、気になる気になる、ね、サッカーにまつわる、うん、選手とか、うん、だけじゃない、それ以外の仕事について、うん、あ、例えばこういう仕事であったりとか、あ、サッカーだけじゃなくて、それに関わる人の仕事、あ、これは聞いてほしいね、うん、関わりたかった ね、はい、でエキプメントマネージャーの荒木くんなんかはこの、はい、うん、こう支えてる部分の話とか、ね、だから彼らがいるから、はい、やっぱり選手は頑張れる、はい、あれ、そうですね、天の声さん、はい、天の声さん、やっぱりエキプメントマネージャーの荒木さんって重要なポストですよね。多分いなくなったら、ね、多分チームが回らないんじゃないですかね今、やっぱそうですよね、そうですね、なんか試合会場なんかでもやっぱ夏場とかなんかこう台引きながらこうドリンクとかも補充したりとか、はい、いろいろともう必要なことを、いわゆる嫌なことをやってるって感じですかね。本人は嫌だと思ってなさそうですけど、まあ本当にこう日向に出ることはほとんどないないですよね、けど、まあチームのためにいつも一生懸命やってくれる素敵な男です。本当またいい車を運転したりね、本当にもうそういう方がいるから、他の仕事なんかでもそうなんですね、そういう方がいるからちゃんとこう成り立ってる部分があったりとかするんでね。さあ試合をするのにどんな人が関わっているのか、プロを目指す選手たちにとってこれめちゃめちゃ重要なことで覚えてた方がいいと思いますので、ぜひとも聞いてほしい、はい、はい、そして試合後にはレポートをホームページに終了後です、ね、終了後、試合後って言ってた、試合はしないよ、終了後ですね、はい、にはレポートをホームページに公開予定なので、そちらもぜひご覧ください。世の中化についてもう一回やるか大丈夫、大丈夫、はい、まあ、そういうことになっておりますので、はい、ぜひとも、ね、まあ、皆さんね、はい、聞いていただきたいと思います、はい、さあそれでは
最後に挑戦の目利きのお知らせもしましょう。はい、はい、行きましょうね。はい、ズエゲン金沢のアカデミースクール BFC を応援する挑戦の目利きでは引き続き皆様からのご支援を受け付けています、うん、はい、個人会員様は一口3000円、法人会員様は一口1万円です、うん、ご支援のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあということで、うん、ここからは次行けばいいのかな。次はインフォメーションが終わっちゃったよね。まだあるよね、インフォメーションね。まだあるんです、はい、ありますよ、ありますよ、はい、ではまず一つ目いきたいと思います、うん、ファンクラブ12/2023の早期受付が11月末までと迫っています、うんうん、はい、来年の早期受付ですよね。そうです、はい、今映ってますけれども、これもあの5人は石川県出身の選手ということになりますよね、はいはい、さあ11月30日、間もなくです。くこれお得なファンクラブなんでね、入、早期入会はさらに得点も嬉しいでしょ。これそうなんですよ。開幕戦の招待チケットが全員に、うんうんうん、そしてゴールドイーグル会員の方には選手直筆のサイン色紙が当たります、うんうん、はいはい、さらにウェブコンビニ入会の方の中から抽選で出陣式への招待、うん、出陣式、可愛いね、言い方がね、もうなんかちょっと今日は舌が、もう一回言って、舌が回らない。出陣式への招待や開幕戦のイベント参加券が当たるということです。なるほどね、はい、まあ、早期受付の締め切りまで、うん、あと5日ですよ。5日しかないんでね、うん、お忘れなく11月中にご入会ください、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、詳しくはホームページ、ファンクラブページをご覧ください、うん、ということです。そして次行きましょう、はい、今週も新スタジアムのクラウドファンディングの進捗を確認していきます、はい、この感じは覚えたね、はい、現在2703万9600円ね、はい、こんな額見たことないから俺読んだことないから分からんわこれ、ね、読み方まずこれ1100万円にいかんとあかんけど、目標金額が1000万やったんですけども、かなりオーバーしてますけど、うん、まだ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 これ12月末でしたよね。そうですね、はい、これぜひとも皆さん、みんなのホームスタジアムプロジェクトですからね、はい、よろしくお願いします。お願いします。金沢市内の方も控除の対象となりますので、うんうん、引き続きご支援よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、楽しみですね。楽しみですね。もうなんかいろいろと中に入ってみたわっていう声も聞いたりとか、テンションだだ上がりやいう声も聞きましたし、はい、うん、来年ぐらいになったらちょっともういろんなところが、うん、そうですね、ちょっと見えてくるでしょうね、はいはい、いよいよですよ皆さん、はい、さあそれではここからは、はいはい、豊田選手が日産のアリアに試乗体験した映像があるということなんで、そちらをちょっと見てみましょうか。どうぞ。こんにちは、ズエゲン金沢19番フォワード豊田洋平です。今日は、日産アリアに使用させていただけるということで、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。左足から入りますから、左足から入って右足入れたら乗ることができますから、当たり前ですけど、はい、はい、コマンドを音声入力するか選択してください。あたか住吉神社に行きたい。おお、すごい軽い、スーッて行く。初めての電気自動車ですからね、非常に楽しみです。普段入車乗られてるんですね、はい、今ちょっとあのワイパーの感じを試してみました、はい、どんな感じかなっていう、はい、OK ですね。ワイパーはすごくスムースに動く車です。はい、早速じゃあハンズオフ体験しますよ。まず、前方見ながら青いボタンを押しますよね。で、下に下げて、はい、今緑ですね。今マスを入れていただいて、はい、はい、でもう一回下に押せばいいですかね。そのままで大丈夫です。今車がこう検知してるんですか。そうですね、なんかお願いします。大丈夫です、はい、大丈夫です。前だけ見ていただいて、アクセルは足も大丈夫です。離してもいいですか。はい、え、
話していきたいです。満足、アクセルも踏んでません。話します。前方は見てます。すごい慣れないので、足はすねの筋肉はすごく今使って、足首のところこうやって踏まないように、まあなんか慣れてきたらこう靴にベタッとつければいいんでしょうね。下の地面に足を乗ってるのに、なんかこうやって座ってるだけっていうのはすごい近代的だし、なんか本当に運転しなくていい時代が来るんだろうなって思いますね。全く何もしてないですからね。ただしてるのは本当前方を見るということだけです。ここが愛宕住吉神社です。はい、ここがそうですね、はい、ようこそ暖かい。お疲れ様でした。いや、めちゃくちゃ、ハンズオフ、ハンズオフっていうのが、実体験してみて、お、多分本当長距離とかちょっと車に身を委ねて、リラックスしながら運転もできるし、もうすごいと思いながら、あとは、まあ、電気自動車初めてだったんですけど、さっきも止まりましたけど、スーッていく感じが、なかなかそのガソリン車では味わえないというか、この車をぜひ皆さんにも、ね、試乗していただきたいんですけど、はい、どこでできるとかっていうのはあるんですか。はい、そうですね、石川西さん、日産プリンス金沢の中販売店でぜひ試乗していただけたらと思います。本当に皆さん乗ってみていろんな驚きを感じてみてください。いやー、これいいですね。はい、いいですね。高速行ったら手も離したまま、はい、すごいですね、乗ってどう、これタッツ、うわおベタなまだ変わっちゃいました。変わっちゃいました。はい、いやー、もう今まずちょっと今の日産のアリア、はい、ちょっとここをちょっと話したいんですけど、はい、乗ったことはないんですよね、まだね、アリアは。アリアでも試乗できるみたいですよ。行きますか。いや、ちょっと日産に行ったらこれ乗れるわけですよね。乗ってみたいですね。自動運転はちょっと、ちょっとこれめちゃくちゃ興味あるんですけどね。なんか室内も、はい、やっぱ豊田選手でかいっすね。でかいからね。でかいですけど、はい、でもそれなりにちょっと運転席とかもちゃんとコンパクトに感じになってるから、はい、僕らはなんかああいう車乗って、うん、ちょうどいいですよね。サイズ的にあんま大きすぎず、トヨがあそこに入るってことは、はい、みんなもう絶対入る、絶対入るっていうことですから、はい、ぜひとも皆さんね、試乗体験していただきたいと思いますけど、はい、車の運転とか好きでしょ。そうです ね、はい、運転はドライブとかも大事ですよね。好きです、はい、うん、僕どっちかって言ったら助手席乗る方が好きなんですけど。そうなんですか。結構道具行ってないですか。いや、僕自分で運転するよりも、はい、どっちかって言ったら横に乗ってる方が好きなタイプ。あ、そうなんですか。大阪に戻ったらどっか行こうかって言ったら必ず神さん運転してますから。何ですか、その周りの景色が見たいとかそんなことですか。なんかしんどいんですよ。それが楽なんですよ。まあまあ、それいろんな操作できるじゃないですか。まあ、その代わりグッドナビゲーターです、ね。あー、じゃあ自動運転はもう一番いいんじゃないですか。自動運転に負けるタイプです。さあということで、ぜひともね、皆さんね、はい、お近くの石川日産、日産プリンス金沢のお店に行ってみてください。さあ、それでは改めまして、はい、お疲れ様でした。でここからはゲストコーナー、広井智信選手です。ようこそ。よろしくお願いします。もう今試合が終わって、本当にこのシーズンも終わりました、はい、そしてプロサッカー選手としても、まあ、ここで一応終わりということですけども、はい、今の気持ちって終わった時とはちょっと違うでしょ。少し間が空いた。そうですね。どうですか今は。すっきりしますよ。すっきりします、うん、はい、最終戦であんな長々とセレモニーして、結局練習を再開してやるならスタメン出てやるって言って、一生懸命練習して練習して またキャプテンマークを巻いて堂々と
西武のピッチに立つっていう、お前何してんだと。お前はね、まあ、正直言うたら、はい、最終戦の時に泣いた人いますよね、うん、はい、泣いた人全員がでも出てくれたことに対して嬉しかったんですよ。もちろんですね、これはみんなそれは、はい、だからこれはシーズンのリーグじゃないですし、はい、まあ、いわゆるドリームマッチですから、はい、ここは出てほしいよっていう思いをみんな持ってました、はい、うん、多分その思いがあったのはご本人だけだと思います。でもね、ええ、林正道とか、はいはいはい、あの辺はもう、まだ出るんですか、やめますよねっつって、いや、スタメンだよっつって、それはでも絶対愛情ですよ。そうですね、これは絶対愛情ですよ。選手たちはみんな嬉しかったと思いますけどね。ねえ、はい、それは最後の本当そうやわ、本当、はい、シャレやったらもう出て5分で引っ込むとかね。そうなっちゃいますよね。いやー、まあでも、はい、ね、またやっぱりご本人さんが出ると、はい、ちょっとこういろいろとまたチャットが動いたみたいですけども、天の声さん、チャット大丈夫よね。はい、天の声です。スーパーチャットいただきました。いただきました、はい、元気ね。ひらけんさんから2000円、はい、ヒロ、お疲れ様でした。明日は負けないよとコメントいただきました。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。なんかここで金額言った人初めてかもわかんないですね。しかも2000って何なんだろう。ありがとうございます、はい、さあ、その他にはあ、もうたくさん来てますね、ひろいさんお洋服素敵、来てますね、ウェイズジャケット秋らしくていいですね。そうやね、うん、うん、あとですね、うん、セレッソ大阪戦広井選手スタメンで嬉しかったですとかコメントいただいてます、うんうん、そうですよね、はい、他にもなんかどん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 来ますね、はい、そうですね、広井さんが出てからもチャットが止まってないです、はいはい、まだまだ受け付けておりますんで、はい、ぜひとも皆さん質問とかもね、あ、いいですね、うん、もしありましたら、うん、ちょっとお寄せいただきたいと思いますけどもね、はい、質問待ってます。はい、さあ、まあ最終戦の栃木戦が終わった後のメッセージというか皆さんに対する最後のこのねコメントっていうの、あれ長かったってご本人はおっしゃいますけど、我々はこうもう届くものっていうか、めちゃめちゃ感動しましたね。すごくそういうものがありまして、もっと聞きたいなっていう。マジですか。マジ聞きたかったですよ。で、ね、よくあるんですよ、人で、はい、飽きる喋り方をする人と、はい、飽きない喋り方をする人があるんですけども、ヒロ君はどっちかって言っても飽きない喋り方、どん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 こう聞いていくうちに何か込み上げるものが出てきたりとか、う、ね、うん、今にコメントどうします、今からじゃあ17分ぐらい差し上げましょうか。いや、何喋ろうかな。もう一回なぞります。いやでもね、いろいろと聞きたいこともたくさんあるんですけれども、リーグ戦の最終戦の時にいろいろなチームの方からビデオメッセージとかいただいたじゃないですか、はい、あれを見てましたよね。見ました見ました、いろいろなんか今まで関わった方なんか、はい、ただね、当日にねこのメッセージ間に合わなかった方からメッセージ来てるんですよ、うん、はい、本当は皆さんにスタジアムで見てほしかったんですけど、それがどうしても間に合わなかった、だから今日は特別、はい、ここでちょっと見ていただきましょう、はい、どうぞ。誰だ、ひろいさん、この度はお疲れ様でした。ひろいさんと一緒に、プロ生活を共にしたことは僕の本当に貴重な経験だったし思い出です。ひろいさんが、いつも、まあ、今金沢でもプレーしてるのを見ながら本当に刺激をもらっていましたし、まあ、兄貴っていうお兄さんっていう関係性で、まあ、すごくエスパルス時代にお世話になったのも今では本当にいい思い出になってます。これからひろいさんの第二のサッカー人生なのか何なのか本当に期待しかありません。これからもひろいさんの常に前を向くポジティブな姿勢でいろんなことにチャレンジしてほしいなと思います。現役生活16年間本当にお疲れ様でした。いやもうこれもサッカーファンなら誰もが知ってる岡崎選手、はいはい、やっぱりエスパルスの時からっていう感じですか。エスパルスの時からそうですね、同じ寮に住んでた時もちょっとありましたし、まあ、彼が日本代表にオリンピックに出て日本代表になって活躍してワールドカップに行って海外に行くっていう、そこまで一緒にプレーさせてもらいました。
やっぱりもうあのガッツあふれるああいう闘志満々なプレイヤーやったわけですよね、当時から。そうですね、うん、はい、限界突破できる、うん、あでね、限界突破できる、うん、現在はこれもベルギーでしたよね。そうですね、ベルギーのチーム、はい、シントトロイデンに所属している岡崎慎司選手からのメッセージということで、どうやっぱこういろんなメッセージもらうってことは嬉しいですか。いや、めっちゃ嬉しいです。まさか、うん、岡だとは思ってなかったんで思ってませんでした。本当は思ってなかった思ってなかった思ってなかった。なんかあのちょっと番組始まる前に星野 P がポロリやらかしちゃったんですよね、はい、まあまあ代表にはいますからね、はい、まあでもキャプテンにはね、まだ今日はキャプテンで言いますよ、うん、キャプテンにはいろいろ聞きたいんですけれども、はい、あの今シーズンの誠言金沢のベストゲーム、うん、そしてベストゴール、うん、MVP を選んでもらったということで、こちらはちょっと映像を見ながら解説していただいてもよろしいですか。はい、はい、それではお願いします。映像を見ましょう。どうぞ。おお、すごいすごい、めちゃくちゃかっこいい。テロップって何ですか。ボード、ボード、何ていうの、これは。うん、これベストゲームは、ホーム岡山選手。うんうん。それでしたね。めちゃくちゃいい試合で、攻守ともにうれしいでしたし、うん、これはいい。まあ、昇格争いで、ね、チームにこういうゲームができたっていうのは。うん。取れた。セカンド。これも一旦止めたんですよね。さあここから松本ひだ。そして次は。これはもうオンゴールじゃないですね。これはもうバイスのゴールです。3対3、4対4ですね。足出したらもうゴールに飛び込んじゃいますね。良かったな。これも良かったですね。この後の慎太郎の、ゴールパフォーマンスも歓喜ですね。泣いてましたもんね。泣いてましたもんね。さあ、そして、はい、ベスト5ゴールですね、はい、第5位から。第5位からこんなボードをね、ちょっと抜いて、第5位。この、ああこれね、これはすごかったね、確かに。これはまあサイドの突破も良かったんですけど、3人の。まあ、ここから豊が逃げてからのこのヘディングは後ろに下がりながら、はい、下がりながらファーに落とす。すごいね。これは誰でもできるゴールじゃないんで。そして第4位。第4位がホームの甲府戦ですね。うん、これはもう最短距離でゴールに、うん、はい、まあ、ブロック引いてるチームでしたけど、まあ、一番こういうのが悔しいゴール失点なんじゃないですかね、甲府にとって。ああ、甲府にとってはね、はい、3位が、うん、これも未知のゴールですけど、うん、これもすごいですね、はい、これは前線3人の、まあ、なんてことないロングボールから3人のコンビネーションで素早く刺すっていう、はい、広谷選手のセンタリングも良かったですよね。シュート打たない。ここで内村。2位が、はい、このケイタの、これもすごかった。これは本当にかかったやつね。これ86分ですからね。はい。これ頑張ってやってるけど映ってない。これコースともに最高。で、ベストゴールはこれですね。この左サイドの崩しと、そこから対角に、まあ、陸があの高い位置まで来れる、この折り返しのダイレクトでしょ、はい、ダイレの質と長兵の相手を背後を取る動き、まあ、関わった人数の多さと、そうですよね、相当綺麗な形だったかなと思います。はい、さあ続きましてはベスト、ベストゴールですね。ゴール、これはもう入りました。ああ、なるほど、はい、これチームのベストゴールっていうか J2 のベストゴールです。これはすごいですね。すごかったですね、うん、逆足で阿部金沢先生、あの足の振りで宮の上に蹴るっていうのはなかなかない。これはほんますごい。キーパーももう完全に来ないと思ってるんで、ちゃんと顔が上がって、ね、まあ、斧はこうミドルシュート打つ時も練習で結構意識して、こう相手にキーパーにキャッチされないボールとか、まあ、そういうのをいろいろ考えてやってるみたいな。左利き違いますよね。違います、違います。パワーがあるんで。さあ、そして最後のシーズン MVP は、MVP、まあ妥当っちゃ妥当ですけど、面白いボールで繋いだシュート。やっぱり。
やっぱり褒めてくれましたね。エースは誰だって言われたら、うん、まあ、ユーってみんな言うと思うし、うん、まあ、強平と迷ったんですけど、やっぱり1年間通してスタメンで、出続けたっていうところもやっぱ怪我もしなかったし、これも難しい、はい、そこのフォワードのレベルも高かったんですけど、うん、その競争にもしっかり勝ちながら試合に出続けたっていうのは13得点ですもんね。折り返したゴール前シュート追いついた。嗅覚というかボールのセンスが抜群ですよね。チャンスって思った時にやっぱあの走るスピード感とか、はい、いいところに走り込むっていうのはやっぱりスピード感もあって、うん、ここもね、ここもう完全にこの2人のコンビネーション本当に良かった。強平と道のコンビネーションはかなり良かったですね、うん。さあということでありがとうございます、はい、いやーあのね星野 P がね、はい、こういうなんかもう全部ちょっと出してくださいよ、これをね書いてくださいっていうので本番前に全部書いてくれたんですけど、はい、ほとんど映ることなかったですねこれしかももう間違いまくってるこれねセットでプレゼントしますか。あ、そうですね、これ欲しい人ちょっと、はい、チャットで欲しいって言ってもらえれば、うん、これはもうセットですよね。もうセットでセットで、セットであげましょう。はい、いやーでもやっぱりベストゴールっていうのは辻尾さんも挙げてましたけど、はい、やっぱ小野原選手の、はい、あれはね、まあ、ベストゴールですよね、うん、なかなか見れないゴールですからね、はい、あの子供たちもこう見てると思うんですけど、はい、例えばああいう距離でこのまあシュートも筋肉のこともあるかも分かりませんけども、はい、意識するっていうところはやっぱどういうところを意識すればいいですかね。その筋力的なそのボールが飛ぶ飛ばないっていうところは、うん、あの年齢を重ねれば問題なくなるので、そうですよね、ボールの芯をしっかり蹴るとか、はいはいはい、どこのボールのどの部分を自分の足のどの部分で蹴るかっていう、うんうんうん、そうするとどういうボールが行くよっていうのをしっかりちっちゃい頃から覚えていくっていうのがいいかなと思いますね。あ、なるほどね、うん、もうその感覚を養うっていう、そうですね、まあ、スピードとか、まあ、そのボールを蹴る距離っていうのは大人になればね、はい、自然とやっぱりついてくるもんだと思うんですけれども、はい、まああのまあ、広井選手を含めてプロのサッカー選手に憧れて、はい、もうこのプロの選手になりたいぞって思ってる子たちも見てると思うんでね、はい、うん、ぜひもっと頑張っていただきたいと思います、はい、うん、はい、それとね、あの皆さんからの質問がどうかな、来てるかな。天の声さん、はい、天の声です、はい、質問はねまだ来てないんですよね。まだ来てないですけど、でもですね、ええ、あの広い解説来たとか選手目線の解説助かるとか、うんうん、先ほどの解説がとても嬉しかったみたいですね。あ、なるほどね、うん、でこれ欲しいっていう人来てます。めちゃめちゃ来てますね。あ、そうなの。今日一番欲しいという文字が多いですね。お、はい、欲しいですとか何やったら買いますって方もいらっしゃるんで。何やったら買います。オークション、オークションします。ここで今オークション、オークション金額お願いします。オークションした時に上がればいいけど、はい、止まったら、はい、結構かっこ悪いもんね欲しいというふうにたくさんですね。まあこれせっかくのね、はいはい、俺だってもうちょっと見せてください、はい、ちょっとはみんなにちょっとね、はい、しっかりと1枚ずつみんなちょっと、はい、出してもらっていいですか、はい、1枚ずつ、はい、まず広井選手こういう、まあ、ベストワンとかね、はいはい、マイあるし、あとこれこういうなんだっけ、これはベストゲーム、ベストゲー ゲーム、はい、うん、はい、こういうのもあるし、はい、あとこれこれヒロ君かっこいい、これかっこいい、ベストゴール、うん、ほらね、とズドン、あとこの、はい、このミスだらけの、ミスだらけのですね、あと、はい、これを僕が選ぶ、はい、ベストゴール、この琉球とかね、もう最初にもう球書いちゃったんですよ、ね、球球みたいにしようとしちゃってて、漢字がタツバリですねこれはね。じゃあこれをちょっとまた、はい、あのぜひとも、はい、あのね、はい、プレゼントにプレゼントさせていただくということで、はい、うん、ありがとうございます、はい、あと僕ちょっと質問したいのが、はいはい、よくあのウォーミングアップ試合僕ずっといつも見てたんですよ、はい、で練習してる時にあのヒロ君最後、うん、いつもボールを遠くからゴールにどん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 蹴ってた、はいはいはい、あれはなんかシュートっていう感じでもないし、うん、何をこういつもやってたのかな、距離感とかですね、距離感とかフィーリングっすね、あもうあのこのゴールに入れるこの距離だっていうような
まあ、自分 の, そのタッチで、まあ、いつもマネージャーの蒲田に取ってもらったんですけど、まあ、彼にぴったりいくかなとか、そのなんか微調整をしてるイメージです。はあ、なるほど。そのキックに自信が全然ないんで、そのだから毎日今日の自分の調子はどうなのかなっていうのは測っとかないと、調子良かったら試合でどんどんやればいいし、調子今日なんか足の感じ悪いなと思ったら近いところにどんどんつけていくとか、それちょっと考えて、だからウォーミングアップ、みんなの全体のウォーミングアップが終わった後に、あのキャプテンはいつもリフティングとそれをずっとやってたんですね。あ、そうですね、リフティングもボールフィーリングと、はい、やっぱこれ試合前とかにそういう感覚っていうのはウォーミングアップで養う方が、いやー、多分海外の選手とかは全然そんなことやんないし、気にしない選手がほとんどだと思うんですけど、いかんせん僕はそこに自信がないから、一個確認しないと気が済まないっていう、練習試合でもやりますから。なるほどね。辻尾さん、現役の時に必ずなんかこういうことをウォーミングアップでやってたりなります？僕はね、なんていうの、体のキレというか、そのどれぐらい走って自分の心拍数がこれぐらいになるかっていう、その自分のコンディションの方を確かめてましたね。そっちをメインに。ということはやっぱりこのウォーミングアップっていうのは本当に大事ですね。大事ですね。もう試合に入る、試合を 100% でいきなり笛が鳴った瞬間に 100% が入るためにもやっぱりそこで上げ上げという、はい、今日の状態を知るっていう、はい、そういうことですよ、はい、あとは辻があれだよね、よくロッカーの中で、はい、なんか匂い嗅いでて、ロッカーの中で匂いを嗅ぐのも大事です。また嗅いどるこいつだと思いながら。ちょっとそれ待ってください。それまず匂いをちょっと解決しましょう。あの、なんていうんですか、そのリラックスする香りとかをつけて試合とかしてたんで、それを嗅いでこうリラックス。ああ、そう。あれルーティーンだよね。はい、だったよね、はい。あ、落ち着く香り。はい。なんかアロマの香りっていうか、そういうのあるんですよ。俺自分の体臭かなって思ったのが、そのイメージが違います。違う、ウォーミングアップで、はい、なんか汗かいたのがちょっと自分がちょっと匂うぞ今日の体臭のコンディションが。そうか、落ち着く香りっていうのはこれもあるんですね、はい、変わったところで何かこんなルーティーンでないですか、選手で。へ、ね、ブラジル人の選手は、はい、あのキリスト教徒が多いんで、はい、もう本当にあのお祈りしてから、はい、します、ね、入ってるのがはありますね、うん、あと音楽を絶対聞くとか、あ、音楽かけてる選手は多いですね、はい、いや、いろいろ皆さんそれぞれあるんですね、はい、うん、では今サッカー選手皆さんも今これから目指す方も、やっぱり自分の、はい、そういうルーティン的なのも、まあ、持ってき方っていうかね、うん、そういうのをいろいろ作り上げていたいんじゃないですか、うん、はい、だからこうやって匂わん方がいいですね。変態じゃないですか、博多のもさあ、はい、天の声さん、はいはい、チャットに動きありましたか。はい、質問とスーパーチャットいただいてます、はいはい、まずホリケンさんから、うん、広井さんに質問なのですが、はいはい、金沢在籍8年間で一番心に残っている忘れられない試合はどの試合ですか、と質問いただいてます。そういうことです、はい、はい、これね、一つに選ぶのめちゃくちゃ難しいんですよ、うん、あのいくつかいいですよ。まずは J2、うんうん、初年度の開幕戦、はいはい、アウェー大宮戦、うんうん、まあ、僕は右サイドバックで出たんですけど、うん、まあ、あれはチームにとってすごい歴史的なゲームだったと思いますし、ですし、まあ、あの今年やれるぞってい う, こう手応えをつかんだ試合でもあったので、うん、これは印象に残ってますね。なるほど、うん、まあ、あとは2016年の入れ替え戦、うん、まあ、2試合とも、まあ、記憶にはかなり残ってますけど、鮮明ですね、まあ、はい、残った富山で、うん、あの西武力士は使えなかったんで、富山で試合したんですけど、ホームゲームを、うん、まあ、そこにすっごい制限のサポーター来てくれて、うん、まあ、なんとか勝って残れたっていう、そこは印象はありますね。あ、僕たちもありますね、それは、うん、すごく、うん、僕愛媛戦で 0-3 で負けてて、あのキャプテンのヘディングのシュートから、うん、はい、そこから逆転したっていうのがすごく僕は印象が強いですね、はい、確かにあの試合は、うん、なかなか見れるもんじゃないですね。ないです、はい、だからみんなが諦めムードだなっていう中で、うん、そこでやっぱりキャプテンシー発揮したなっていうような思いがあったんですけどね、うん、あ、まあいいボール来て、うん、打ったらなんか入ったみたいな感じですかね。もっと美談にしましょうよ、もうこれは、ね、さあその他にはマーセルさんからもスーパーチャットいただいてます、ありがとうございます、はい、うん、そして質問です。現役お疲れ様でした、第二の人生で挑戦したいことはありますか、うん、いただいてます。挑戦したいこと、具体的なことなんですかね、うんうん、でしたね、遺跡の発掘
と、うんうんうん、あと献血とかも行きたいし、うん、あとはスノボとかもプロになってからは怪我があるんで、うんうん、バイクとか、うんうんうん、そういうのもやってみたいなと思います。遺跡の発掘と献血は付き合うことできませんけど、はい、あの残り2つは付き合うことできますわ。あ、そうか、プロ選手だから制約されてることがある、うんうん、怪我があるからっていうんで、そういうね、はい、やっぱりスキーとかスノーボードとかバイクっていうのはダメだけども、うん、はい、やってみたい。やってみたいですね。あのね、僕あのウィンタースポーツ始めたの、うん、ヒロ君の今の年よりかなり上からですか。もう今バンバン できますか。今バン自分はバンバンって思ってるけど、バンバンできる人から見ると大したことないなと思われるぐらいかもわからない。まあ、でも実力は関係ないですもんね。楽しいかどうか、楽しめるっていうのは、それ面白いですよ。やりたいなと思いますね。経験したことないけどね、いっぱいやってみたいですよね。はい、さあ、その他は、はい、スーパーチャットセニョールさんからいただきました、はい、ありがとうございます。こちら質問ないので、じゃあ他の方に、このせあれですね、あのスーパーチャットの分を使いますね。質問、意味が分かんないですけど。すいません、どういうことですか。あのスーパーチャットいただいた分の質問を、あのスーパーチャットじゃないけど質問してる方に使います。いいですよ、いいですよ、はい、全然、うん、ですね、柳下監督について、キャプテンから見て柳下監督はどんな方ですか、うん、いただいてます。多分みんなが思ってる印象と一緒だと思いますけど、うんうん、表裏が全然ないですね。はい、あの試合後の監督インタビューと僕たちに言ってることっていうのも一緒なんで、うん、一緒。なるほどね。あそこでこう選手のことは擁護したりとか、うん、まあ、そうやってちょっと変える監督もいますけど、うん、もうあの嘘ついたりとかそういうのは嫌いな方、うん、なるほど、まっすぐな、うん、はい、まあ、あとはサッカーへの愛情はすごいなと思いますので。そうですよね、はい、うん、もうだからもう本当に感情が表によく出るから、僕らも見ててすごく分かりやすいなと思いますよね。ああ、そうか。さあ、その他には質問はないですかね。そうですね、ハイダさんが見てくださってるそうです。今私と一緒にナウを見ている荒木マネージャーがヒロイさんの姿を見て、ヒロイさんビッグラブと言ってます。荒木さん、俺もビッグラブだよ。隣の部屋からこっちに来い。あそこで言ってんだ。そうなんね。そうなんですね。さあ、ということで、今これ僕もちょっとチャット確認したら、この広井選手のこの書いてもらったやつをちょっとバラで何とかなりませんかっていう、欲しいっていう方がなんかそう来てるんですけど、どうします。バラでも、はい、いいんじゃないですか。じゃあ4人様、これどうやって受け渡しするかって、はい、飛行機でもって飛ばします。怒られるわ。怒られます。おもろいっす。ありがとうございます。ありがとうございます。キャプテンにそう言われたら本当に本望です。本当に。どうしましょうかね。これ提言の方に取りに来てもらうとか。はい、なんかチャット順。先着。今これ早いの。絶対今これやんこれ。早いもの順でったら、あの堀健さん輪島から来ますよ。月曜日の先着順。うん、いいですか、分かりました。並んでるかもしれないですね。事務所先着順だったらこれ4枚しかないですよね。うん、じゃあこのビリビリのこれもつけます。これはここにつけておかんとなるから ね、楽しんでいただく。確かに、どんな方法がいいんだろう、うん、まだある。これだからやっぱまだあるんですか。まだある、まだある。なんかある。なるほど、はい、この後あれですよ、あの今度のコスタリカ戦の日本代表の予想もしますから、はい、そちらの方もつけて5枚、はい、5枚、はい、何やったらあの残念賞で僕らのつけといてください。そうかそうか、確かに、ね、はい、さあということで、はい、皆さん他に質問よろしいですか。大丈夫ですか。事務所に取りに行きますって方もいますね。どうですか、こういう番組、このダラダラしたこの雰囲気。めっちゃいいっすね。めっちゃいいっすか。はい、なんかあんまこう肩肘張らない感じが。張らない感じ。はい、いや、もうね、ふわっとできるからいいっすよね。またやりません、
いいですか。また出てきたよ、こいつって思われたいから。いや、あの今日実はね、はい、あのこう来てくれるっていう前に僕こう畑を今キャプテンとちょっとこう一緒にこうやってるんですけど、はいはい、でそこであの僕のところの草むしりも全部、はい、やってくれて、あ、そうですね、そうで、はい、大根の収穫とかも全部行ってくれて、はい、僕の置いてる、はい、そのケースの中身が、はい、雨でびしょびしょになってるやつを、はいはい、ケースまで全部乾かしてくれて、すごい本当に申し訳ございません。牛乳パックであの包丁入れるやつ作り直しました。ありがとうございます。ありがとうございます。あのもうすぐブロッコリーできると思いますんでね、はい、楽しみにしたいと思います。さあということで質問コーナーはここまででよろしいですかね。さあそれではもう今日は7時55分ですから、あ、お前、あっという間ですね。さあこの後もエンディングということで、はい、まあ、ここまではですねプロサッカー選手を引退しました廣井智信キャプテンをゲストにお招きいたしました。さあそれではエンディングなんですけれども、はい、ちょっと皆さん、はいはい、ちょっとこの27日の予想をしましょうよ。コスタリカ戦の、コスタリカ戦の、はいはいはい、ここ今皆さん、はい、皆さんはどういう風な意見なのか、はい、ではまずタッツーのね、置いていったタッツーのやつを僕ちょっと代理で出しますね。はい、はい、こちらじゃん、ちょっと硬いスコアになりましたけど、今まで 4-0 とか言ってた、ここは 1-0 、はい、ここなんで、ちょっと天の声さん、これ解説をお願いします。はい、解説ですか。はい、もうここは絶対勝つということで1点決めてくれればなと思って1にしました。一体誰が決めます。どうしようかな、誰がいいですか。堂安選手、まあね、もうはい、連続ゴールで、はい、ちょっと、はい、うん、なんか本当真剣に予想してます。めちゃくちゃ真剣に考えてます、はい、もう、はい、本当に勝ちを、はい、今日は僕先に行っていいですか。じゃあ僕は、はい、このノリで、はい、3-1、3-1、はい、まあ、得失点差も欲しいっちゃ欲しいです、ね、まあそうですね、はい、まあちょっと1点は致し方なく、はい、まあ、ゼロで抑えたいところですけども、うん、はい、まあ、3-1ということで、はい、はい、さあそれでは辻尾さん、はい、僕はまあ2-0、2-0で、はいはいはい、うん、ここはやっぱ勝ちたいですね。勝ちたい、ここは勝たないとダメですよね、うんうん、これはぜひとも勝ちたいと思います、はいはい、さあそれでは、はい、キャプテン、はい、僕は、はい、お、あ、3-0、3-0、はい、やっぱりもう専門家というか、はい、その目から見てもこの間のドイツ戦の勢いっていうのは続くということで、そうですね、後半の、うん、まあ、攻撃的な感じが出せれば、うん、まあ、コスタリカが勝たなきゃいけないので、うん、絶対前から出てくる、うん、来るんですよ、うん、そうすると、うん、まあ、コスタリカはその多分組織的ではなかったりとか、うん、まあ、バランスは多分崩すと思うんで、うん、まあ、前半 0-0 でしのげれば後半また間延びしてきて、ええ、途中から出てきたその堂安選手だったりとか、うんうんうん、三笘選手とか浅野選手がどんどんチャンスを作るんじゃないかなと予想しています。なるほど、はい、今結果的には勝つということですよね、はいはい、あのちょっと今チャット見てましたら、あのモアイさんが参加されてるみたいな感じなんですけどね。モアイさんちょっとモアイさん、ちょっと天の声さん、はい、モアイさん参加してません、これ。そうですね、やば、ヒロさんの回リアタイ見逃した。あ、おい、お前何をやってるいつも来てくれてるのに。本当や。さあそして皆さんの得点予想もちょっとご紹介ください。はい、2-0で日本、3-0、うん、そして3-1、2-1、2-1、2-0などなど、はい、結構得点多いですね皆さん。やっぱりこの勢い今度すごかったもんね、うん、あのドイツに1点取られてからの、はい、そこから2点逆転するっていう力、本当底力あるんだなと思いましたよね、うんうん、もうあの来年のこの地平原のこの開幕するまで出陣式まで、はい、もう皆さんは本当ツエロスになるんですけども、ここでええ感じでこのワールドカップがあるからちょっとつないでくれてるんですよ、ね、確かに最高ですよね。これはでこの勢いで盛り上がって、はい、またこの来シーズンを迎えたいと思うんですよね。さあまだなんかまだこれチャット動いてますよ。いつもどうなんですか。えいつもよりも全然多いじゃん。めちゃくちゃ多いですよ、うん、今日もしかしたらさよならーって一回切れてもう一回復活ってあるかもしれません本当にさあ天の声さん、はい、まだまだ、KM さんからスーパーチャットいただきました。ありがとうございます。いろいろ楽しいお話伺えて楽しかったですといただきました、うん、そして、うん、そしてですね、なんとモアイさんも、得点予想してくださいました。はいはい、ですね、どこ行ったら
やばい、あった、私は2対1です、びっくりマーク、2対1で、モアイさん、モアイさんも、うん、もうちょっと青色のサムライブルーを目指してほしいと思ってますんで、はい、そうですね、開花したんじゃないですかね、でも日本も4年ごとにちょっとね、うん、強くなっていきますよね、うん、はい、このままやっぱりこのサッカーの盛り上がりを、うん、ちょっと見ていきたいと思いますし、すね、うん、はい、さあ、あ、また動いたよ、また動いたよ、チャットが、はい、ホリケンさんからスーパーチャットいただきました、うん、はい、お三方そして広井選手お疲れ様でした、8年間金沢のためにプレーいただきましてありがとうございました、うん、セレッソ戦はちゃんと歌いながら涙してました、うん、これからもツエゲンをよろしくお願いしますとコメントいただいてます、これからもよろしくお願いします、よろしくお願いします、お願いします、ということで、もうあのお別れがね、はい、ちょっともう名残惜しくて仕方ないと思うんですけれど、はい、まず必要なことだけ言っときます、はい、来週お休みです、来週はお休みとなりますんで、はい、次週もうそろそろね、うん、100回記念スペシャルになるはずなんですよ、これ次回が100回記念スペシャルですよ、今日99ですもんね、99回でスーパーゲストが来るって不思議な番組ですよこれね通常100回で来るんですけどね、確かに、100回にも来てもらわなあかんかなと思いますけどもね、うん、まああのちょっとどうなるか、うん、はい、100回がどういう形で行われるのかというのはまたあのちょっとね、ツイッターかなんかで告知はさせていただきます、うん、はい、さあそしてこちらの広いキャプテンのこちらの予想なんかを踏まえて皆さんにプレゼント、はいはい、これも詳しくは、いや今ちょっと考えられないんで、はい、星野 P もしくは杖源金沢 の、 あの公式で、はい、ツイッターでどうするか、はい、あのお教えしますので、はい、よろしくお願いします、さあということで今日は本当にありがとうございました、ありがとうございました、元気お疲れ様でした、ありがとうございます、さあこれもね、これも言うといてあげな、ちょっと怒るんちゃうかな、これもね、気づきましたね、これじゃあ持っといてあげてください、はい、これね、はい、嬉しい、これ最後言っとこう、はい、北陸アイドル部のセカンドアルバムセカンドシーズン、あ、ミク入ってますよ声、あ、嬉しい、セカンドアルバムセカンドシーズンがただいま発売中です、北陸のツタヤさん、 CD とか取り扱ってるツタヤさんと一部店舗ファミリーマートで販売してますので、ぜひご検討ください、よろしくお願いします、お願いします、嬉しい、すごい宣伝やなこれは、今、ヒーロー君が持ってるこれが欲しいって人多いやろ、ね、確かにこれが欲しいって、はい、はい、ありがとうございます、さあ、ありがとう、ご協力ありがとうございました、ありがとうございます、さあということで今日はここまでです、また、100回記念でお会いしましょう、はい、キャプテンありがとうございました、ありがとうございました、また戻ったの？まだ戻ってます、戻ってます。戻ってますよね。はい、今ずっとチャットをチェックしてたら、はい、出たとか出た。出たって。まだ便秘やないねんから。本当に。いや、はい、あのモアイさんが、
ヒロお疲れってお疲れありがとういいな、なんかあの仲の良さ、先輩後輩の仲の良さ伺いますね、はい、うんうん、あいいな、この第2部って書いてる、うん、あ、来た天の声さん、来た、はい、マッスルさんからスーパーチャットアンコールといただきました。アンコールです。ありがとうございます。ありがとうございます。乗りましたね。いやーちょっと待って、本当になんか催促したみたいになってる。もうそろそろあの辻尾さんもあの家帰って飲みたいみたいなんで、もうここではもう本当に、はいはい、おしまいにしますよ。はい、ね、はい、また出てくれるんじゃないですか。いいですか。また、はい、また出てくれますよ、はいはい。もちろんです。もちろんですよね。はい、はいはい、よかった。さあ本当にここでお別れです。はい、さよなら。